野球のピッチングでどうしても肘が下がってしまう方。まずは片足でのバランスを整えましょう。こんにちは、谷谷んです。今回は野球のピッチングでどうしても肘が下がってしまって、肩、肘に負担がかかってしまう。痛めてしまう。ね、速い球が投げれない。そういった方にやっていただきたい、えー、姿勢を整えるトレーニングです。 どうしても肩、肘が下がってしまう問題点はどういうところにあるか。ね、えー、片足のバランスになった時にですね、なった時に乱れた姿,姿勢、要は軸が乱れた状態でスタートしてしまうがためにそのままの体勢でピッチング動作に入ってしまう。だから肘が下がってしまうんですね。ですから、まずは最初のスタートの姿勢をしっかり整える。 そういったところからやっていきましょう。はい。一つ目です。一つ目は、まず姿勢を整えるということです。いいですか骨盤が寝ていたり、前に倒れすぎて腰が反るような体勢ではなく、足の裏に全体に体重が乗るところ、そこをしっかりと探して、 その状態になるように、まず姿勢を作っていきます。二つ目です。二つ目は、その姿勢ができたら、ゆっくりと片足立ちになっていきましょう。 もちろん、両側やっていただきたいんですけれども、このポイントは、先ほど作った両足でできた姿勢をキープしながら片足立ちになるということです。片足になった時に、こうなったり、こうなったり、ね、こうなったりしないように、しっかりと先ほどの姿勢を保ったまま、片足立ちで キープしていきますはい最後の3つ目ねっ3つ目は野球のピッチングと同じように動きを伴いながら片足立ちになっていきましょう両足でしっかりといい姿勢を作ったところからゆっくりと動いて。 いい姿勢をキープしたまま片足立ちを完成させたらゆっくりと最後までコントロールしながら下ろしていきます正面から見たときもゆっくりと付け根の筋肉をぐーっと縮めながら軸をまっすぐに骨盤が寝ないようにキープをして ゆっくりと最後足が落ちるまでコントロールしていきます、はい、こういったトレーニングですいいですかこういったトレーニングは筋トレとは違います動きを作るトレーニングですですから多くても回数は10回程度で結構です大切なことは意識していることが しっかりと動きとして反映できているかどうかというのがすごくポイントになっています。ですから、意識をその動きに向けて鏡でチェックするなりしながらですね、いい姿勢を保ちながらぜひゆっくりやってみてください。今回は以上です。